今回はなんとあの商品が今ならお得にゲットできるよ、みんなが一度は憧れたことのあるジェラピケ×スヌーピーコラボを紹介していきたいと思います。また概要欄からすぐ購入できるようにしておきます。私もびっくりしたのですが、スヌーピーとジェラピケのコラボの商品がほとんど全品 20% オフになっております。結構今までもね、ジェラピケさんとスヌーピーはコラボしてて安くなることもあるんですけど、こんなにもいろんなスヌーピーとのコラボ商品が安くなってる機会はなかなかないのかなと思いましたので、ぜひぜひこの機会をお見逃しなくということで紹介していきたいと思います。今回欲しい商品がめちゃくちゃありすぎるんですけど、やっぱりねジェラピケさんはお値段が割と高い、なので皆さんと一緒にこちらの商品を見ながら私も買うものを吟味していきたいなと思います。こちらモチーフジャカードプルオーバーが5000円台になっております。6900円だとね約7000円なのでちょっと買わないかなと思うんですけど、5000円台だったらまだジェラピケだし1着買っておこうかなっていうのには結構いいかなと思ったりしました。今回パジャマプラス小物も安くなっているのでいろいろ見ていきたいと思います。やっぱり一番欲しいのはこの子、これティッシュケースだったみたいです。私ずっとぬいぐるみだと思ってたんですけど、実際にね店舗でも見てめっちゃくちゃ欲しいって思ってたんですけど、やっぱり高いなという感じはします。 20% オフでも8700円かという感じです。次に私の狙い目はこれ、持ち手付きポーチ、形も可愛いしキャラクターが並んでるのがグッドで可愛いです。デザインもめちゃくちゃ可愛いですよね。あの形のポーチなかなか見ないのでいいなと思ったりしました。あとそれからこのカーディガン、ずっとね前からやっぱりジェラピケはカーディガン欲しいなって思ったりしてて、スヌーピーコラボのジェラピケのカーディガンって可愛いものが多いんですよ。なのでずっと憧れております。それからチャーリーブラウンも可愛いです。前から結構出てるんですけど、深いカーキ色のチャーリーブラウン可愛いなって思います。前はこの色味でチャーリーブラウンのカーディガンがあってそれめっちゃ欲しいなって思ってました。あとこちら、あまり見たことない形なんですが、長めのワンピースっぽい形になってます。これ一着で完結するのでワンピースめちゃくちゃありだなと思ったりしました。可愛いしね、悩みますね。お色味はアイボリーとピンクとダークグレーがあるみたいです。ピンクちょっと珍しいですよね。でもやっぱり私はアイボリーかなと思ったりしてます。それからやっぱりブランケットもめちゃくちゃ可愛い、結構大きめですし、これもポーチと同じキャラクターが並んでるデザインになっていて、これもめちゃくちゃいいなと思いました。やっぱり欲しいなって思うものがたくさんあるんですけど、ジェラピケはたくさんは買えないのでめちゃくちゃ悩みます。皆さんは欲しいものがありましたでしょうか。250円オフのクーポンも出ていました。9000以上の購入で250円オフのクーポン、それから1万6000円以上の購入で600円オフのクーポン、それから2000円オフは4万円以上購入した場合使えるクーポンがありました。これがクーポンによって期間が違うんですけども、4月15日の朝まで使えたりとか、4月16日の夜中の1時59分まで使えたりとか、あと先着何名様がありますので、ちょっとお早めに使わないとなくなっちゃうかもという感じではあります。そして先日のねシャンプーの動画でもお伝えさせていただいたんですけど、今お買い物マラソン開催中なので、エントリーするとどんどんポイントバックが増えていきます。あとサンキューショップ限定になりますが、こちらもエントリーすればポイントさらに2倍になっております。今めちゃくちゃお得に買い物できるよっていう時で、さらにジェラピケも 20% オフでゲットできるよっていう感じなので、ぜひチェックしてみてください。スヌーピーのねティッシュケースが今ランキング1になっているので、すぐなくなっちゃうんじゃないかと怯えたりしております。も
し気になる商品がありましたら概要欄にね楽天ルームの URL を貼っておきますので、こちらに私がスヌーピー×ジュラピケコラボをすべてまとめておりますので、よかったら覗いてみてください。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ってくださった方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。どうですか、ジェラピケコラボは激アツすぎます。ポイント5倍の15日に私は買おうかなと思ったりしております。ではまた次の動画で、じゃあねバーイ。